どうも、TF 団の F です。TF 団の T です。さて、マフラー検証編、今回が第2回目です。前回、交換したマフラーの乗り比べを行った TF 団。ノーマルとの違いについては感じることができたものの、お互いのマフラーについては、差がないという結論でした。今回は林道を走っての検証を行っていきます。果たして林道では、どのような違いを感じることができるのか、早速続きをご覧ください。それではどうぞ。どうも、ピエムダです。じゃあ。じゃあ、前回は加速感を試してみたんですけど、はい、まあ、そこではそんなに変わらなかったということで、今回はいよいよ本命の山の方に行こうかな。まあ、そこで変わらなかったら山も変わらんけど標準と比べてにした方がいい。そう、ちょっと標準と比べてどうかっていうのを重視して、はい、ちょっとじゃあチェックしていこうかなと思います。走る場所はね、まあ、走り慣れてる方がいいかなということで、T さんが観光してしまったこの山に、ちょっと登って、ちょっと確かめてみようかな。なるほど。まあ、あそこはファルトも、まあ、妙想もあるんで、いろいろ、まあ、そういったところが楽しめるかなと思うんで。ルケは落とそうか。あ、落とします。まあ、いつはな、でも、ルケな、しかも。結構多分今日湿っとくと思う。ああ、そうだね。これ左ですよ。これは左行った方がいい。そうです。はい。マフラーの張り出しが増えたかな、フロントの。フロント？うん、パイプ。気のせいか。あ、横にね。横に、うん。あ、なんかそれとやっぱつけた時思ったよ。あ、なんかね、あの足が当たるなっていうのが。そう、こんなとこにあったん右足今こう地面につけてるけど、うん、その時になんかガードに右足当たるんだろ。あ、そんな張ってんの。うん、なんかあれこんな当たったかなと。同じ張ってるね気のせいかどうだ取り付けが違ったやんノーマルの時こういったところはあんまり気にしてなかった。俺の位置全然ノーマルと変わらん感じする。あ、本当に。うん、今旅立ちの時だ、急いで準備を。ピョン、なかったら今日も下げる夢破り商店街石中が商店街。あ、それそれおほほ、落とそうかな。落とす。あ、怖え。はい、よいしょ。お前落とす。どうしようか。落とそうぜ。落とすか。たまにやるでしょ。よし。さあ、空気圧も調整したし。いきますか。はい。はい。空気圧は、1、ちょっと切るぐらい。俺 1.1 やん。1.1、あ、そうか、1.1。自分がまあ、前後、0.9 ぐらい。はい、はい、まあ、ぐちゃ空気抜けてましたね前半はやめてよ横見とかやってね前半はファルト系だ。落ち葉やべえな。落ち葉がすごいなんかでも前に比べてなんかこうマイルドになった気がするな。おお、木はちょっとこれは今までなかった。この木は不安になった。ちっちゃな頃から悪ガキで15で不良と呼ばれたよ。ナイフみたいに尖っては触るものみな傷つけた。いや、濡れとんね。思った以上濡れとん。濡れまんじゃい。濡れまんじゃい。さっきの倒木が気になった。確かに前も確かに途中で木が倒れて引き返したけど、もっと上の方やな後ろからなんか川アップして
いや後ろからのブリブリ音がパワーアップしてる。こっから見放せる。おお。ごめん。おお。いや本当右にこけたくねえ。このマフラーとさすがに変えて一発目で傷つけるのは避けない。じゃあでもそれを想像する。今までなんかちょっと右が重たかったからとかって言い訳をしようと思う。だいぶしょうもねえ言い訳よ。もうその言い訳も通用ということだ。すげえな、こんなに草。おおおおおおお。わ、滑りそう。ああ、ここちょっと深い。深いんじゃい。序盤から結構草伸びた。あ、伸びた。明らかに伸びた。深くなってる。なんか。よいしょ。おー、石が。こんなゴロゴロしとった。おおお。右コーナーが怖い。右に倒れてる。薄暗いまあね、何かが出てきそう。おら。え、どういうこと。下りにちょっと高めの殺し屋が。よしよし、そう聞いた。倒れてる。よいしょ。どうマフラー。マフラー。まあ今20キロぐらいですけど。遅い。そうです。やるよ。ここ今やってる。今二足分か。ああ。良くない？いい。二足と三足とかが広がった感じやつ。いやだけどなんかこうギアの。おお。ギアの入れ替えが少なくて。そう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 。なんかもうずっと2とかで、ちょっと待ってください。おお、これで右やばい。あ、右やばい。若干崩れてる。ああ、穴開いてる。危ない。こう来るたびになんかどんどん、ひどくなっていく。よしよし。おお、これ右カーブ怖い。え？右カーブ怖い。ああ急に乗り出した。エイメン。エイメン。なんかマフラーの音が変わってなんかやってるか。全般しねえ。あ、ここ怖い俺。あ、どこね。オッケー。オッケー。あ、ここちょっと濡れとる。ここいつも濡れとる。そうそうそう。ここ水あげ、おおおお。怖い怖い。もう今のノーマルやったらもう耐えきれんで倒れたな。ぬくもりとブエ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 。ちょっと笑って脱力するとやばい。お前なんか連発できる。全発、後ろなんか垂れと。雲の巣が全発になる。もう全発にしたいんですよ。思い切って。ああ、ラーメン、ラーメンマン。俺、アフロにしてんもんな。なんか昔、アフロと戦ってもらえた。あ、たったった。今日、滑るな。いやー、ちょっと濡れとんね。うわぁ。じゃあ、ここ来ない。よりひどくなって。いや、ひどくなって。ちょっとより垂れ下がってる。一足で行ってみよう。じゃあ俺も一足で。ああ、ブームだ。ああ、でもなんか、前に比べるなんかギクシャク感が減った気がするな。そうやろ？なんかエンブレがちょっとマイルドになった。え？そんな気はする。気がするだけかもしれん。
前なんかと一足やとギクシャクしすぎて2に上げよったけど引っ張れるよな。ああ1でもなんか全然なんかこう滑らかな。だってほんとギアチェンジしてないよ今日全然今の低速で行くんだから。そうそう、前やったらちょっと1台ででででで危ない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 。あ、ついじゃん。一発が伸びた。やっぱなんか一足の幅が広がったような。そうだね。うん。ああ、やっぱ位がなんかいい感じになった。でしょ？うん。ふふ。ふふ。よいしょ。よいしょ。こけろ。左にこけるならいい。今日は右はやめてくれ。ただよいしょ。てて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 いけ。ピースタンドルアムロ。ヘイ白い波とワイキビーチ。うわまた熊だった。うわぁ、あれこんな道あった。あるあるある。あのさっきのところで自分こけた。一番最初来た。せめてそこは覚えておいてくれ。この先でもう木が倒れちゃった。お前もういろんなもん絡まってきた。でも左だから。あーやっぱ木倒れてる。あ、ほんとや。うん、ここは変わってない。え、止まってお前自分の姿見た方がいい。やばい。気持ち悪いもんだね。よいしょ。いや、マジでやべえよ。明らかになってカメラにもついてる。ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもよろしく頼むぜ。それでは皆さん、お疲れっす。